日本鹿児島県薩摩仙台市東郷町、山田東郷町山田は、鹿児島県薩摩仙台市の大技、旧薩摩郡東郷山田村、薩摩郡上東郷村大技、山田、薩摩郡東郷町山田。郵便番号は895-1104。人口は527人。阿佐駅の面積は9 9 2 k ルで、ある。薩摩仙台市の北部、川内川、 支流山田川の上流域に位置している。北東部に飯い森塚岡の丘陵、西部には笠山が広がり、その中間に盆地上の地形をなしており、盆地部に集落が集中している。麻生駅の北方から東方にかけて、薩摩町白男川、南方に、東郷町南勢、西方に、東郷町小野淵、東郷町鳥丸、東方に、薩摩町に私が接している。 中央部を、ほぼ東西に、鹿児島県道344号東号、山田宮野乗船が通り、薩摩仙台市立山田小学校跡付近で、鹿児島県道346号、山田入来線が南方に向けて分岐している。北部には、川札広域農道が、東西に通っており、東郷町鳥丸と結ぶ山鳥トンネル、薩摩町城男川とを結ぶ白山トンネルがある。 山田という地名は、戦国期より見え、薩摩国統合の内であった。文明期には、統合の内を山田終戦軍勢とある。戦国期には、渋谷市と島津市の抗争が激しく、文明17年には、統合十里は白男川にある栗脇城に陣し、泊りの川を挟み島津忠連と対戦し、統合十里は、敗れ、当地にあった山田城に陣した。 その後、島津忠康は追撃してきたが、激戦の後忠康は敗れ、調査に引き上げた。江戸期には、薩摩国薩摩軍統合のうちであった。村高は、天保合調では四百四十国余り、急行給料では八百六十二国余りであった。千八百八十九年に、町村制が施行されたのに伴い、統合のうち山田村などの五村の区域より、上等豪村が成立し、 江戸時代からの山田村は上東合村の大技、山田となった。1952年に上東合村が名称変更を呼び、即日調整施行したため、東合町の大技となった。その後に2004年10月12日には、東合町が川内市、日脇町、入木町、下道院町、里村、上古式村、下古式村、鹿島村とともに新設合併し、 大技名は、従来の大技名に、旧町名である、道後町を冠したものとすることとなり、薩摩仙台市の大技、東郷町、山田となった。公共教育郵便局私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鹿児島県道346号、山田入来線を、山田小学校前より、国道267号方面を望む県道。 ありがとうございます。